6番刺したっけ？うん。来た？生きてる人、これ。生きてた。5番ですよ。5番転校しましたよ。はい。6、6。え、6番刺したよね。したか。かろうじて生きてんのか。じゃあ、いいか。ルール説明します。初日は白部屋です。テンプレで、初日、配信ボタンを、初日配信ボタンを押されたら、ノーで続行してください。はい。で、あと、嵐がいた場合とか、接続切れが出た場合、配信したいときは私言いますんで、で、配信ボタンがなければ、もう役職フルオープンで、迷惑かけてる陣営の負けといたします。役の先取りなしです。以上です。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。そうですね、この位置なんで、どうしようかな。まあ、村の人たちはちゃんと発言を聞いてほしいなと思ってますね。例えばじゃあ、把握漏れとかした人が、じゃあ、その把握漏れをどう見るのかって、ちゃんと精査してほしいですね。ありがとうございます。なんか、失言とかね、村の人たちは、私も含めなんだけど、してほしくないんだけれども、なんかその失言とか把握漏れした時に、その把握漏れが黒要素になり得るのか、それとも黒要素になり得ないのかっていうところで精査していきたいかなと思ってます。はい。あと、そうだな。あとなんだろう。私はなんか村スラとかね、そういうのは好きじゃないので、盤面が濁ってしまうので、やめてほしいかなと思ってますね。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。特に資料はありません。9番さんは2周目かな。ただ気になるのが、村スラとかが嫌いです。とかって何ですか？他に何があるんですか？って思いましたけどね。私言いますね。村スラと柱。これやめてください。はい。村の人に言いますね。村スラと柱は、村利がないです。全く。はい。ってとこですかね。人名は使うのでね。そこもったいないですよ。その利がないことやらないでくださいね。ってとこ。役に関しては、占い師さんがしっかりと述べてください。はい。ってとこですかね。あとは、人外はね、やっぱり、変なこと言うんじゃないかなと思うけど、いつまで経っても、広範囲でも進行論言ってたりね、変なことするんじゃないかなと思ってますけどね。2番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営代表、ぴょこたです。そうですね、まあ、9番さん、1番さんも村すらキラ、まあ、1番さんの9番さんへのツッコミ、とかって何ですかっていうのは、面白かったなと思うけど。まあ、村すらやめようということにしとこう。って感じかな。まあ、9番さんと1番さんで、だから、色が落ちていないから、2周目どこが怪しいっていうところを言ってくれたらわかるかなって感じかな。まあ、私はまあ、今回はちょっとグレーセンサーを頑張ろうかなって思ってるかな。グレーで怪しいなって思ったところ、理由つけて殴るからちゃんと理由答えてねっていう感じかな。まあまだちょっと占い師さん出てないからね。まあ占い師さんがじゃあ進行してくれるんでしょうと思うから。でまあ、占い師さん二人出た場合は、占い師どっちが死、どっちが偽っていうことも、発言を残そうかなと思っている。だからまあこんな感じで頑張っていこう。3番のプレイヤーが発言します。
はい、占い師です。8万に何しろが刺さっています。8。よろしくお願いしますっていうところで、霊能者さんに関しては、遅くとも9番さんの、あの、2週目始まるときに出てきてねっていうところ。で、騎士に関しては、グレー詰め盤面になったときには出てきてほしいなと思います。はい。そんな感じですかね。で、2番に関しては、その、1が突っ込んだ9に対してのとかっていうのを、まあ、それって本当に狼要素にはならないし、だから、そうしようねって言ったところは、結構私は印象良かったですね。それを叩くわけでもなくっていう、なんか余裕がある人って感じで、2番の印象が良かったです。まあ、91に関しては2週目の話、グレスケの話を聞いてからでいいと思っているかな。まあ、だからといって2番をこう、じゃあしろとかっていうのは言わないけどねっていうところ。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。お願いします。3番さんが8白パークです。グレー、まずキューブ1に関しては2周目かな。1番さんが9に対して、ムラスラ嫌い、ムラスラとかって何っていう発言。うん、まあ別にそれはそんな突っ込むとこでもないかなって感じかな。2番さんに関しては、うん、そうだ、占い師、2人出た時では、どっちが偽か真かっていう発言を残してくれっていうのは、うん、俺もそっちかな。うん、その発言はわかるなと思ったかな。まあ、2、1番目とか2、2番目とかいろいろ形成されると思うんだけど、占い師、2しよう、3しようでも、うん、誰が一番神っぽい、誰が一番って、老教とかもしっかり、考察していければなって思ってます。はい。まあ、どういう場面になるかわかんないですけどね。はい。で、60秒しっかり発言していただければなって後半1の人たちに言っておきます。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。うん、あの結局進行論なのでわからないです。あのまあ2周目聞きたいです。9124って結局に進行論の話なんで、黒か白か判別つかないです。あの全くもって、ムラスラ嫌いなんだとか、占い師のあのどっちかあれ真偽つけてほしいんだくらいですね。あ、そうなんだくらいで、特に変な、進行論だから変な発言してるわけでもないので、まともな進行論言ってても人外かもしれないし、だから2周目ですね、全員。はい。グレーって。SG1 の村人を残して白狼を釣りたいですので、まあ、あの、村を残して狼釣りたいので、あとはね、あちら発言って黒いと思いますよ。あの、スラ全般嫌がってるんだから、スラしないでくださいよ、残りの人たち。912が嫌がっててやるんだったらもうそれは人間性の問題ですよ。一隠しない限りは即釣り対象ですよ。あとは、なんか言い忘れだな。あ、役すかしやめましょうね。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。霊能です。あと7、8しかいないから、もしかすると一隠する。それもそれで嫌だなって思うけど。5番さんが言ってた進行論どうのこうので話し進めるのは、言ってたけれども、意外と912って違うこと言ってて、9番さんに関しては、そのなんだろう、引っかかったのが、その把握漏れじゃどうのこうのっていう話で、その把握漏れが黒いのか黒くないのかって言って難しくないっていう。把握漏れってそのまま間違った考察を落としてるわけだから、それで精査するのってどうなんだろうって思ってる。で、1番さんに関しては、占い師に役の進行どうのこうのって言ったけれども、霊能はって率直に思った。2番さんも同様で。うん。正直、色をそこでつけれないけれども、4番さんってなんかすげえ無難なことしか喋ってねえなっていう印象。あんま叩かれたくないのかなって感じですね。うん。です。以上。7番のプレイヤーが発言します。1周目よろしくお願いします。7番です。塩特にございません。村人陣です。まあそうですね。9番さん完全に2周目1かなっていうふうに思って、1番さんに関しては、その言葉尻で、まあ叩ききってないんだけどね。黒予想っていうふうには挙げてなくて、気になるっていうふうに発言したんだけど、その言葉尻から上げ足取ってる感じは、やや人外要素かなっていうふうに思ってるよね。オカミっていうのはやっぱ言葉尻の上げ足取りで黒塗りしてくると思って、黒塗りはしてないから何とも言えないかな。2番さん、4番さんに関しては、ヘイト書いたくない、人外とかもさも全然あるなって感じ。5番さんについてはグレース精査入れてないって感じ。3、6、どうなんだろう。まあ今のところ、一角そうな雰囲気になっちゃってるけど、この後8、9でどういう動きがあるのかなって。1周目の話聞いて、
白っぽいなっていうところと黒っぽいなっていうところを上げれたらいいなと思ってます。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。特に使用ありません。まあ現状なんですけど一角ですかね。でちょっと6番さんで気になったのは現状一角かやだなみたいな感じが聞こえたのがなんか少し気になりました。で私1番さんが9番さんに対してムラスラとかのところは私結構気になったかな。そのなんでそんなところ拾うのって思ったかな。別にスルーしてよかったんじゃないって思って、で、2番さんがまあまあってまとめたのに対して3番さんは印象いいって言ったけど、私もし912の中で役がいたら、2番さんってなんか21でも29でもつながり得るのかなって思った。ちょっとなんかフラットというか、まあまあって抑えたような感じがあったからね。結構1番さん黒かったかなって私思った。なので、グレーの中では結構7番さんが白いかな。5番さんに関しても、9から4全部グレーフラットみたいな感じで、うん、ヘイト買いたくないのか。9番のプレイヤーが発言します。はい、私占い師です。2番さんがランダムで白でした。そうですね、3番さん、今、ちょっと待ってね、2番さんが霊能使用。6から釣りたいかなと思っていて、6目線で、4と5って結構その位置で考察が伸びていなくって、5の方が、グレスキ上げてなかったと思うんだけども、6番さん目線で4がヘイトを変えたくない発言をしてるって言ったんだけれども、5番さんもなんじゃないですかと思ったから、6から行きたいなと思ってますね。だから、6がローでない限り、2は、2がね、偽だったら強靭なんで、3はローかなと思ってますね。ただ8番さんの発言で、その、7が印象いいって言っていて、7が1番さんの殴りって不当だったんじゃないかっていう発言は良かったと思ってるし、ただね、私1番さんって話をよく聞いてるんだな、ぐらいにしか思ってなかったので、そこまで1番さんって黒いかって言われたら、ちゃんと話を聞いて突っ込めるところ突っ込んで色を落としたっていう感じがしたので、そこまでね、私はその8番さんが思うように7が白いとは思ってなかったですね。それよりかは、4号が、現状、なんていうのかな、気になっているんだけれども、色落としてないからね、難しいな。私は1番さんって色落とした人間だと思ってるから、はい。まぁ、ちょっと占い師はちょっとね、頑張って探したいと思ってます。騎士は出てきて、1番のプレイヤーが発言します。はい、ちょっと電話かかってきて、頭のマークみんなのね、消えちゃったんだけど、3と9が占い師で、2と6が霊能でいいのかな？でいいのかな？はい。ってとこで、そうですね。まあ、霊能、そうだね。真、強で見るかな。3級に関しては真、ローで見るかな。大体ね、そんな感じが多いからね。まあ、その逆もあり得るけども、一旦それで置いておく。それで、霊能を釣り切ります。その間に占い師さん、ね、新占い師さん、黒見つけてくださいねって圧かけますよって言っときますね。はい。26、そうですね、どっちからでもいいですね。釣り切りなんで。はい。で、どこかな。まあ、人気投票でいいんじゃないでしょうかというとこですかね。4、5、7、8か。8番さんはね、雑に、私のこと、私ちょっと電話来てたんで、7番さんの発言は全然全く聞けてないんだけども、8番さんっていうのは本当になんか雑に私を釣り寄せてるなっていう印象はあるかな。釣り寄せてるっていうかね、なんか黒塗りする準備してるなっていう感じはしたかな。そうだね、それぐらいかな。気になったのは。まあ、26人気投票でどうぞ。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。いやいや、1番さん、6番さんから今日釣ってくださいよ。
私釣ったところで白しか出ないでしょ。9番から白もらってるんだから。村目線も私って心境位置でしょ。6番っていうのは心労位置もあるんだよ。だから私に6番の色を見せてください。そして、1番さんはだから安定進行したいんでしょ。だったら、6番から釣ってください。うん。で、3番が、私に印象がいいと言っているんである、あるので、3番だって6番から釣れるでしょと言っておきます。6番で気になっているところ、私ちゃんと拾ってますよ。6番一角したら嫌だなって言っていたでしょ。それがもう、多分ほぼほぼ私狂人名だと思うけどね、その言い方が。と思う。私は霊能だったから、占い師が役について触れてくださいと言いました。うん。で、9、1、そこからまだ何も出ていなかった占い師というのがね。だから私は潜伏していたっていう感じかな。うん。で、3級でどうなんだろう。うん、3番がもし狼だったら、私の白が見えているか、私に対して印象がいいって言ったのかもしれない。どうなんだろうね。9番の位置だったら、まあ潜伏してるっていうことはあるよね。ひょっとして、狼っていう占い師が出てきて、9番に白を出したっていうこともあるからね。そうなったら、もうほぼほぼ、向こうの方が、じゃあ、二郎一上げてくださいって言ったら、うって詰まるからねっていうところはあるからね。そうだね。まあ、4番さんと5番さんちょっと、グレースケールしていないから、色が見えないから、その辺頑張ってほしいかなっていう感じかな。うん。8番がやたらとなんか1番殴ってるのも気になっているが、3番。のプレイヤーが発言します。霊能に信教だと思っているから、普通に釣り切ろう。で、9番狼だと思っている。かな。そこも、相方位置を探すだけのゲームだと思ってて、私結構4があるんじゃないかな。4って結構うやむやにしているイメージがあったんだよね、1周目。まあ、2周目の発言で変わるかもしれないよ、そこは。ちょっと思ったかな。うん。暗いなんだよな。特にそんなに他から狼要素って感じていないかな。占わなきゃわかんないけどね。それに関しては。私は霊能は6からでいいかなって思ってるかな。うん。近くすんじゃないのって、なんか余計、なんか一言余計だな、この人って思ったし。嫌だなって何が嫌なのって思ったし、いや、それってすごいいいことじゃないって思うから、それをなんかネガティブに捉える人が多いと思うんだよね。人狼陣営の人って。って思ったから、6から行きますって感じ。ただ、2が狂人の線っていうのは全然あり得るから、ちょっとごめんなさいだけど、釣り切りますよっていうところ。うん、あんまなんか、色落ちが全体的にね、くっきりはしていないなと思っていて難しいんだけど、だから4番さんの発言を重視してちょっと聞きたいなとは思ってるかな。あんまり納得できてなくて、自分の中で。4番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。6番と2番さん例の使用把握で、理由としては言ってたんだけど、このままだと一角、もしかしたら一角する、あ、一角はそれそれで嫌だなって発言。死んだったら一角せえって俺は思っちゃうかな。なんか初日のね、霊能っていうのはちょっと、まあ、せちがらい役職で、いや、初日に特化してる役職って言ったらいいのかな。でも初日に釣る位置っていうのはすごく大事だなって思うから、6番さんが死んだったらその発言いらないなって思ってるから。9番、3番の占い師か。占い師対抗は、現状そんなになーって思ってるけど、俺ね、3番さんが片白出して 8番さんの発言って、なんだっけ、あ、そうだ、1を釣りをしたんだっけ、だから俺、8っていうのは狂人名ないのかなって俺は思ってる。3が死んだとして、8が白出てたとしてもね、8が狂人名っていうのはないと思ってて、あるとしたら、3の初日囲いっていう線はあるのかなって8番さんに対しては思う。っていう理由は、7番さんが白黒つけてって村に言ってたんだけど、7番さん目線ってその位置で一周ぐるっと回って、あと8番さんの発言聞くだけの状態、みんなの発言聞いてんのに、あなたの位置で白黒っていうか、ちょっと怪しい視点とかっていうのは、もうちょっと釣り師とか上げれる考察ってあったんじゃないかなって思う。それに対して8番さんっていうのは7番さんに対して印象いいって言ってたの、ずっとなんかちょっと変だなと思った、俺は。で、8っていうのは1だけを釣りをしたっていう点がちょっと俺は怪しいなと思ってる。
一番さんってその位置では、色を落とそうとしてる一番さんっていうのは村に見えたかな、俺。だから、6から5番のプレイヤーが発言します。じゃあ47でいいんじゃないですか。47いけばいいんじゃないですか。まあ6に釣り切ってやればいいんじゃないですか。47でいいんじゃないですか。47いけばいいんじゃないですか。あと4番7番って素晴らしいんだから。噛まれていなくなるでしょ。いやー残ったら狼なんでしょ。もうスケスケぐらいの。だって噛まれていなくなるでしょ。4番7番素晴らしいんだから。素晴らしいよ。5番が一番ダメで。8番なんで片白だからね。村だったらいなくなるんでしょ。1番があんまりパッ、発言聞いてないせいかパッとしてないでしょ。8、7、4は消えるんでしょ。まあ8は片白だから7か4でいいんじゃない。どっちかっつったら、どっちか芯が色見たら。7か4なんか生き残ってるわけないんでしょ。だってあなたたち、素晴らしいんだから。だって狼素晴らしい人から噛むんでしょ。だからあなたたち生き残ったら、あなたたち人外じゃん。簡単じゃん、このゲーム。7番と4番っていなくなるんでしょ。だって素晴らしいじゃん。いやー、俺素晴らしくないから最後まで生き残るね。わーい。占い師は、無能な俺のための色付けしてね。俺を占ったところでね、わかりませんからね。さっぱり。他の人の色付けをしてくれれば、私でもね、読み解けることが、なんか、精査できるようになるんでね。いいでしょ。4番、7番は、俺の色なんか、俺の色付けしなくたって、わかるでしょ、俺の色なんて。優秀なんだから。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、まず、一画したら嫌だなっていう理由としては、あまり結果を落とせないからです。はい。仮にあの番目、3番と6番しか役として出てこませんでした。で、そのまま8番さんも出てきませんでした。ってなったら、普通であれば仮誘導を出しますよね。出ますよね。ってなると、6番か3番、どちらかが噛まれます。で、連続ガードができないため、6番が噛まれて死んだとしたら、次3番が噛まれたりとかして、あとはもう運ゲーっていう形になります。こういった形で対抗が出てくれた方が、占い師は、3回か4回ぐらいは結果を落とせるので、そういうところで一画したら嫌だなっていうふうに言いました。はい。2番さんバリバリ、あれですね。生存欲高いですね。私、新境地ってあなたまだ9しか白もらってないでしょ。なんでそれで村の人に私って新境地ですよねっていうふうな形で印象づけれるんですか。で、自分を新郎一だと。その読みをするのであれば、あなたはそれだったら、後の9-3の精査をすれば、ほぼほぼ狼一って絞れるんじゃないですか？それとも占いを心境で見てるってことなんですか？って思うけどね。5番さんのあの余裕って何なんだろうって思いますね。何をしたい、何の意図のあっての発言なんだろうってしか思えない。っていう感じかな。以上です。7番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。まあ、そうですね、26については釣り切るんで、私目線精査必要ないかなと思ってますですね。今日6人集まりそうだから6人いるかなぐらいかな。一番さんについてはまあ話はあんまり聞いていない。座線に流れたと言って波長を叩いている。4については7、8があんまり色を落とさなかったんじゃないかな。5番さんなんか明確に強ムーブしてるローっぽいけどね。強ムーブをしようとしているローっぽい感じですけどな、本当にね。どうなんだろうね。まあ、9、3については、9が、2、2番目にもかかわらず、騎士出てきてほしいっていうふうに言っていた。まあ、それ進行論かもしれないけどね。そうだな。ただ、まあ、4が、8が、標準はないんじゃないかっていうのは結構目線良かったのかな。なんとなくですけど、まあ、3、8、3、新、8、白、9、老、5、老かな。9が4号に気になるって言ったんだよね。相方位置をライン提示1個に入れるっていうのは結構よくあるかなと思っている。3は4が気になるって言ったでしょ。
どうでしょうか。現状9号ロールかな。現状ね。入力どっちでもいい。6に行こう。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあそうですね、例のなんですけども、まあ現状6に行こうかなと思ってます。まあ、ただ2番さんの発言で、まあ6番さんが指摘してたけど、まあ、新境1でしょって言ってるのはちょっと気になったかな。9しか白もらってないのに、なんか生存意欲出してきてるなとは思いました。で、まあ7番さんの性質すごいいいなと思ったんですけど、私とちょっと視点は違ったかな。私3号なんじゃないかなって思ってますね。まあ、9番さんの騎士出すのはちょっと、とは思ったんですけど、3番さんに関しては、4がなんかあんまり精査してないというか、ふわふわしてたなみたいな感じで言ってたんですけど、1周目の5番さんの方がふわふわしてたんじゃない？結局グレーには分かりませんみたいな感じで全然色落としてなかったし、なんで5は気にならないんだろうって。まあ4はテンプレみたいな感じでは言ってたけど、4に関してはしっかり発言しようとする気持ちはあったかな、5番さんよりはって思ったんだけどね。それを5番さんは弾いて4だけ入れたっていうのがちょっと怪しいかなって私は3番さん思ったかな。まあそこがちょっと7番さんと違うかな。ただ5に関しては、いや、やっぱりおかしいかなと思った。その、今日ムーブして、7番さんと被っちゃうけどね。なんか人狼っぽいなって思ったかな。何のムーブしてるのかもわからないし、3が5に触れなかったのも私は違和感だ。って言ったところかな。私は3号で見てるかなって言ったところ。はい。まあ、もしくはね、そうだね。まあ、とりあえず今日は6いきます。2日目にまた考察落とします。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。はい、俺なんとなくなんですけど、狂人潜伏もワンチャンあるんじゃないかなと思ってます。急にローで。2番さんのその潜伏理由として、私は霊能だから占い師に対して役をなんか言ってみたいなことを言ってたと思うんですけれども、あなたがそれを潜伏理由にするのであれば、最初から出てあなたが役の進行を言えばいいんじゃないのっていう、って思ってる。さて、2番さん目線、占いの真偽、はっきりつくんですかっていうところ。全然潜伏理由にはなってないと思います。まあ、2番さん、明日は絶対釣ってくださいね。っていう感じかな。5番さんの7非投票って、何なんやろうと思ったけど。1、6が2、1。ほん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 。ワンチャンあるんじゃないかなって思ってますけどね、振動振動も。2番さんのやっぱり私って村目線、信教でしょっていうふうに訴えかけてるのが、霊能は信教で見てねっていうふうにしか捉えられないかな、俺目線的には。で、俺はなぜか振動位置で置いてるっていうね。俺がローだったら3番さんが先に出てるんだったら普通に占いで出ればよくねって思ってるけどね。って感じかな。頑張ってください。明日は2番さん釣ってくださいね。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、7番、これがプロの技だよ。プレイヤーが発言します。4黒あると思うよ。プロってことも9が偽っす、ね。これがプロの技だよ。私、騎士です、騎士。騎士のまま噛まれている。4番か7番、どっちからだと思ったよ、外したけど。
とっさまあ、4黒、多分サーバーしんでしょ。中盤役出ろって言ってるし。4はあると思ったよ。まあ、2つって9つって。騎士を守る方が大事。危ねえよ。7番騎士だったらよかったじゃん。今日は入れたけど、7-4、あれだったかも。7番を守れただけでもでかいわ。あの強靭武具を騎士と勘違いしたかもしれないね。うん。そうだろうな。でも確かに2級っていうのは同時にチャットで出てきてることもうこれで、出てない狼ってこれで6、2が新居なんでしょ、ほぼほぼ。ほぼほぼ新居ってことが判明しただろ。うん。9番の新なんかあるわけがない。は後半位置、うん、ああ、9番が7。9番なんか芯がない。もう、絶対に3番の方が芯。ちょっと囲っちゃった。3番の息残ってることがで、もうでかい。4番か7番どっちからと思った。俺が噛んだ時点で強靭風な人を噛んだ。まあ、だから6、2が新居ってことなんでしょ。9、4ってことでしょ。普通に考えれば。9、4? うん、だね。9、4だね。9、4ロロ。9、4だね。まあ、2つって、そっからかな。まあ、決めるのは8番と1番だから、8番は7番を新居見てるから勝てるでしょ。1番があとどうなるか。すると、まあ、ロラして、3は4狂ってんのか。いいじゃん、グッチョボーコ戦だから、7番は。9、4か。9、4で。9、4か。で、1隠し大丈夫。8番は7番のシーン見てるなら勝てんだから、このゲーム。プレイヤーが発言します。決め1番目で8番残すべき。お願いします。これだけ。そうですね、7番さん、ちょっと視点が。はい、破綻してましたかねって言ったところ。まあ、今日4、7どっちか釣りでいいんじゃないんですか？合ってない？ 2 番さん合っても今日でしょって思うんだけどな。違う？そうだよね。両占い師が黒だし。おい、あのさ、8番しっかりしてくんない？ 9 番しないだろ、もう。初週で。4番、ほぼ4か7で4番の方、俺は7言ったけど、4番の方って怪しかったね。いや、7番さん結構臭かったな、さっきして。破綻したしな。君、7番さんのシーン持ってんのに。結構怪しく思ってたけど、7番さんは3シーンって言ったら、ね。7番も7番で体内にしろって言うの。俺の、俺の方は変われんの、高確率で。か、占いか。占いだったらいいよ。別に3番盛りだったらいい。ってたんだよね、うん、それに関しても、7番さん。8番盛りなんかもう別に入れなくていいよ。3番か俺守りじゃないと。俺、尻尾生まれて頑張れんだから、守っとけって話。8番盛りは全く持って変われるわけねえから。3番守りか、まあね、黒塗りされやすい位置かなと思ってるんだけど、ね、7番さん割と考察伸びてたと思うから、ね、8番こんななのマジ、まあ、君7番の芯追ってたと俺思ったんだけ けど嘘でしょこの人も。うん、ちょっと痛いかなって感じかな。現状7-3で見ちゃってるけど、発言聞いてからかな。今日7-4のランでいいと思うんだけど、間違ってる？間違ってたら教えてね。うん、2はあっても強靭でしょ？だったら置いといていいんじゃないって思うんだけどね。プロつった方が。9番のプレイヤーが発言します。はい、7番さん占ったら黒でした。騎士いますか？新騎士。いなかったら5で落ちてるって手になるんだけれども、8か7で迷ったんだけれども、8番さん視点でね、3番さんが5に触れていないから、3が2世で3号ローローなんじゃないかなって、ちゃんとその2世目を言えてたので、8番さんは白いのかなと思って占わなかった。で、7番さんが、9ロー軸で置いたときに、9が、なんだっけな、あ、9の黒要素なんでローで置くのかっていう発言が全く聞けてなかったんですよね。9号でね、置いたときに、その9をロー軸で追うって発言が、全く言ってなかったので、7番さん占ったら黒でした。はい。だからもう今日ね、7番さん視点破綻もしちゃってるし、7番さん言ってください。現状、3-7ロー、ロー。まあ、2番さんあっても強靭なんで、はい。まあ、7番さん釣ってほしいですね。はい。そうだな、3番さんってあまり7番さんに触れてないですよね。結構4番さんに、スポット当てて4番さんぐらいにしか触れていないってところかなと思ってますね。3番さんの黒要素っていうのは、はい、まあ、それくらいしか言えないんだけどね。占ったら黒出たっていうところなので、はい。まあ、7番さん黒だったので、8番さん占わなかったのは8番さんが、その3が5に触れてないところが怪しいって言ったところが白かったから、はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。
うん、私は94ローローで見てるけどね、9番さんの占い先っておかしくないですか ?7 ですよ。うん、うん。私がもし占い師だったらね、村にちゃんと隠し城作りに行きますよ。うん。隠し城とかね。だから、隠し城できたら大きいじゃないですか。うん。そしたら私は、私だったら8を占う。私が新占いであればね。村のみんな、私も素村なんだけども、うん、その方が、村目線だと思うけどね。うん、だから、94老老じゃないのって思うけど。7番が生き残れたら、ね、1、絶対守れだぜ、うん。あ、2番でもいいけど、8は捨てろよ。うん、うん、1番生かさないと一番考えられたら協力んだったら占い師に手をかけていく、うん、それなら私は9に行く。それに、9番さんって3番さんのこと言ってたよね。3番さんって7にあんま触れてないよねって言ってたけど、9番さんあなたも4にあまり触れてないよねって、それブーメランだよねって私は言いたいだな。うん、まずとにかく占い師がおかしい。うん、村目線じゃないなと思うけどね。だから私は急に行こうと思う。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6番さんは狂人でした。だから3級どちらかが狼。1番さんと8番さんを隠しろ。1番さん何言ってるんですかね。今日は4と7に黒が出てるんだから、どっちか釣らなきゃいけないんだよ。で、7番の話ちゃんと聞いてた。7番って視点付けしてたよ。私をローで置いてるんだよ。新ローローで置いてるんだよ。私5番が騎士だと思ってるよ。うん。5番噛んで得する位置ってどこよ。7番しかいないやん。5番が7番に入れてんねんで。5番は、狂人、なんて、7番は5番に対して、狂人ムーブをしている狼に見えるって言っていたんだよ。で、5番が噛まれてるんだよ。7番狼しかないじゃん。だから3、7狼でしょ。で、9番っていうのは2番の白を持っていました。潜伏していました。3番は2番が印象がいいと言っていました。3番っていうのは2番の白を知っています。3番が狼だからです。この構図じゃないの？うん。なんか3、7ローローでしょ？今日は私は7番さん詰めますね。うん。で、1番さんに返しておくけど、9番さんって4、5にもちゃんと触れていて、7番にも触れていて、8番にも触れていてってしてたよ。うん。4番さん、5番さんが色が落ちない。3番っていうのは明確に4番だけにしか触れていなかったよ。うん、ちゃんと話聞いててね、裁縫しててもいいけど。はい、今日は7番釣ります。以上です。3番のプレイヤーが発言します。いや、普通に私はもう94ロウロウって昨日の時点で言ってんだよ。昨日の時点でもう明確に言ってんだよ。だから2番、ああ、これ狂人かなって思った。だから8番に関して、8番の精査が超間違ってるから、なんとかした方がいいと思ってるんだけど。私はもう、ああ、他の人狼っぽくないねって言ってて、4番にしかスポット当ててないよ。で、4番のローかなって思ってて、占ったらわかるかって言ってんだ。昨日の時点で。いや、それもわかんないで、いや、7番の視点がおかしいとかっていう8番がさ、もう白出てんだからしっかりしてくれってマジで思ったんだけど。いや、本当にイライラするから。だから、私は他の人の話を聞いていて、狼要素を拾えないね。じゃあ4の狼結構硬いねって言ってる。じゃあ4占いますよぐらい言ってんだ、私は。もう絶対に4に行って。もうマジでしっかりして。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。今日7釣り行きます。俺、3番さん、ちょっと言いたいこといっぱいあったな。あったけど、とりあえず置くわ。26で関して、新境で見てたでしょみんな。で、6番さんが、遺言で、あ、ちょっと、メモ取り忘れた。ごめんね。まあいいや。だってとりあえず俺はもう真に見てんだよね、26っていうのは。で、2番さんの例のの考察がすごく良くて、って俺は思ったけどね、単純に。で、1番さんに、あー、もうダメだ。全然メモ取れてなかったな。いやいやいや。まあいいやいや。俺目線っていうのは、3が8に白出してて、1番さんっていうのは占われてなきゃ隠しろで、で、その7番さんが騎士8守り、騎士8守りって言ってるけど、俺ね、もうね、俺がね、もしローだったらね、俺そこですぐ騎士出るよ。俺はね。
まあ、それのしん、まあ、みんな考え方違うからな。ああ、7番さんの黒要素っていうのは上げる必要もないぐらいに視点透けてるじゃんって俺は思うけどね。そこに対して分かっててくれたっていうのは、8番さんも2番さんもそうか。理解してくれてたから。まあ、他に喋ることもねえなって俺は思ってるけど。5番さんのソニチャの、1周目、2周目の考察聞いてて思うけど、なんでそんな余裕あるって6番でしたね。うん、5番で騎士噛まれてんじゃないかなって俺思うけどね、うん。だから7番っていうのはもう間違いなく黒いんじゃないかって。噛まれてんじゃないかと思う。これで8番、4番を村と思うの。噛まれているなんだよ、4番視点。絶対に確定で、じゃないかと思うなんて発言出ないんだよ。5番が新騎士じゃないと4番視点おかしいんだよ。でも8番はこれで負けんだろ。ちゃんと4番の今のもう失言ってのを捉えろよ。まあいいわ。7番も。おし！おし！夢は繋がった。おし！投票が終了しました。最後の発言の追放される言だよ。致命的な。4番の遺言を発表してください。面白。もうね。何なんだろう。3番のあのパッションに負けたのかな、8番さんとは。普通に3、7ローローでしょ。まあ2はわかんない。考えてみたらそうだよな。6って遺言でまともなこと言ってたのか。でもさ、俺思うんだけどさ、この盤面ってさ、まあ、確かに4、7がどっちも黒落ちてるけどさ、9、3って、9、3が、あ、そうだよね。あ、そっかそっか。待って待って。したら、7も釣ってよ、絶対。あ、まあ、うん、って、か村としては。あ、この進行。そうね。まあ、さ、PP か。まあ、PP もなんか普通に。3、7ロロの2強人だったら PP なんか。まあ、いいや、お疲れさんでした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。はい、まあ今日もうね、3、7釣り切ってくれないと、と2番さんが、だから4番さん死んだ、妊娠ですね。はい、妊娠。だから1番さん、ちゃんと話を聞いててくださいね。はい。4番さんって、視点破綻してたんだからね。はい。あ、4番さんじゃない、7番さんね。7番さんって。4番の方が致命的な失言をした。はい、だから、妊娠だから、5番が確定、死にならねばならなかった。終わりです。だと思うという発言こその方が、はい、7番さん言ってください。絶対に致命的な質問、はい、お願いします。7番が2番のローを追うのは別に問題ない。信じられなかったら、3級精査でもいいですよ。はい、まだ勝てるからね。はい、2番さん死んだったからわかるかな。7番さんって視点破綻してるわけで、自分でも視点破綻しちゃったってもう言っちゃってるんだからね。で、守れてないんだから、はい。守れないんだから。だから5で落ちてるんだが、騎士がね。一騎士じゃないでしょ？はい。じゃあ7番さん行ってくださいね。お願いします。7釣って、3釣ってくれれば終わるので。今日私釣ったらもう負け確ですからね。はい。7釣ってください。1番のプレイヤーが発言します。2は強人だね。これ2強だね。2強人。94ロール。そうだよね。PP が起きてないってことは、どっかで一陣が落ちてるわけでしょ？ 9 番さん。どっかで一陣が落ちてるんですよ。6と4のどっちで落ちてるんですか？
それ言えます？ 9 番さん。4と9のどっちで落ちてますか？2が死んだって言いましたよね、あなたね。うん。2が死んだって言いましたよね。うん。6で落ちてるってこと？逃がしん。6で落ちてんの？ 6 で落ちて、37ロールを6強ってこと？っていうかね、2はね、あれだね。まあ、もう一緒、ね、マックはもう強靭だけど、一応、うん、まあ、と思うよ。4番さんのマックさ、あれ、もう俺の結果はもう見えてるけど、9ローの2強だけど、一応こんな感じの役割演じてましたってことね。うん、9に行くよ。まあ、もう、9に行くやつ、2番さん強靭で置いてるから。はい、7が確定し、騎士だからです。のプレイヤーが発言します。はい、だー、思考ロックはやめてほしい。私は真の霊能者だから、今日7番釣ってもまだいけるから、そして3級精査1番すればいいでしょ。1番が、ありがとうございます。1番が残されてる意味を感じてほしい、ちゃんと。4番は終始ふわふわしていて、何を言ってるかはわからないけれども、視点破綻している方が黒いでしょ。なんでそれがわからんの、うん、なんで昨日4釣ったの？ 4 白やねんけど。だから6強人やねんけど。だから、強靭が落ちてるから今日7つってもいけるから、5番の騎士でしょ？ 7 の視点破綻で何なの？なんで僕は視点破綻じゃねえし、まだ。私の紙工作4番の方がやばいって。絶対俺、得する騎士なのに。5番騎士だと思うなんて発言してる方がやばいって。で7番って5番の強靭で見えている、うん、狼に見えるって言ってるんだよ。で言ってて5番って噛まれてるんだよ。わかるかな、これ。うん、か37ローローだから。7番今日釣って、そしたら PP ないから。PP があるんだったら、私が、もう、強靭だって言えばいいでしょ？うん。だから7番釣って、PP ないから。わかる？ 1 番。思考ロックやめてよ。で、1番が、6番釣りの日に2番に入れてきてるでしょ？私、それでも1番殴ってないでしょ？ 1 番も沼村だなと思ったから、私殴ってないからね。今日7釣ってよ。今日7釣り。3番のプレイヤーが発言します。いや、そもそも私、1日目から4級ロールをつってるし、2が強靭なのは分かったし、で、2って、いや、3番さんって、2白く見えたんなら6番さんから行きますよねって圧かけてきたんだよ。この人強靭ね、まず。で、5番っていうのは、そういうムーブをしてくれ、わざとそういうムーブ、騎士ムーブしてくれた村人ね。はい。って感じです。で、私も一瞬5番、一周目の時はね、一周目、二周目の時はね、ああ、この人、多分、騎士ムーブしてるなと思って、なんか噛まれに来てるなって思ったもん。はい。だから、もう、だって、要するに、9、4っていうのは7番しか黒塗りできないから、言い通すしかないんだよね。7番別にしてはたしてないし。って話。はい。もう9位って終わりです。以上。もう、最初からさ、4番っておかしいって言ってんだからさ、ないんだよ、9、4のロしか。はい。以上。7番のプレイヤーが発言します。あ、視点破綻というかね、盤面整理が追いついてなかったのは本当申し訳ないなっていうことですね。じゃじゃんと来ちゃったから。つかなかったって感じです。4番の黒やつ一番使い拾ってるように、7が黒じゃないかって言うでしょ。4番目線で言ったらもう7黒しかないですよねって話。で、もう一個ね、2番の強靭予想。2番は1が2に投票されてきてるけど、私は1番を殴らなかったじゃないかって言うでしょ。殴る殴らないの話をしてる段階がそもそも人外要素だよねって話でしょ。で、9番の7占い。おかしいよね。一番さん言ってる通り。8占いで確証を作るべきだよね。まっすぐ9番行ってもらえば勝ちます。以上です。4番視点は色がクリアなはずなのにだと思うとか、まあ、7と5の色付けがはっきりしてないってことがまずおかしいっていう。7と5の役割が曖昧な人って感じなのはおかしい。うん。4番視点だけは本当に村ならクリアになるはず。終了しました。7と5の役割、7の色付けがクリアになる。でも、そうじゃなかったってこと。村人陣営の勝利です。
いやー、ぴょこちゃん頑張ってくれてありがとう。